初球打ちファーストゴロです。1球で1つアウトを取りました。さあピッチャーゴロ、まずタイガースの左バッター 1,2 番を鈴木健也が入れます。打ち上げたセンターの前で落ちた。ランナーは三塁を狙うがタッチはアウトになりました。1割5分です。詰まった当たりショートの奈良間が取りました。セカンドゴロです。ハンソンランナースタート、打ち上げました。ライト万波定位置取りました。3アウトです。引っ張ったライトへの打球、ライトが下がる、万波がボールを取りました。二塁ランナーは三塁へ、タッチアップ、セカンドうまく取った、ホームへ、タッチはアウトになりました。ハンソンホームへのナイス送球。見てみましょう、強い当たりでした。このグラブさばきからの透明の送球、これはビッグプレーですね。アウト、スリーツー、一塁ランナー自動スタート、アウトロー、ストライク、見逃しの三振。最後に抜群のストレートが行きました。ピンチ島田バットの先、大山ピッチャーゴロでワンアウトです。打ち上げました、高く上がった打球、ショート奈良間。なるほど、そういうことですか。さあ木浪は打ち上げました、レフトへのフライ、松本剛が取ってスリーアウト。鈴木健也サード、野村がよく取った。三塁線の打球、高めを叩いた、センター江越が追いつきます。広い守備範囲、そしてライトへ運んでいくパワー、ランナーを刺す方、今日江越を見させ番号。セカンドゴロ打ち取りました。両チーム通じて初めての三者凡退イニングを作りました鈴木健也です。2塁という形を作っています。打ち上げました、レフトへのフライ、一つ初球打ち、大山の打球はレフト取った、松本もどうだ、少し差し込まれていたのか、完璧でした。ホームランのそれでした。ただ打球はそこまで伸びず、最後は松本剛、グラブセンターへの打球です。ただこれも伸びません。江越が取ってスリーアウト。6回を投げ切りました鈴木健也、タイガースを6回。